ね。待った。うん。ちょっと待って。よ、出よう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 。寿司行こう。ちょっと待って、マシ。待って待って。出られんかった。電話しよう。こっちから電話しようか。してみよう。はい。いつ頃から電話になるんだ、これ。あー、でもちょっとお聞きしたいのは、もともとどういう件、はい、まあ、そうですね。ただちょっと。あ、ここ、もうすぐだ、これ。久しぶりじゃねえ。あ、久しぶりです。今ね、ニコ生してるけど大丈夫？なんでかけてから言うんだ、そもそも。声入るよ、いいの？はい。いい？まあ、そうですね。いいのって、もう入ってんだろうが。じゃあ、要件言うね。はい。あの、訴える件はもうなしになっとって。あー、でもちょっとお聞きしたら、もともとどういう件で訴えようとされてたんだろう。はい、いや、もうそれはもうなしにしようや。なしにしよう、もう。わかんないです。いや、でも、ちょっと気になって、何で訴えるのかな。いや、もうそれなしや。なんだよ、なしって。いやいや、まあ、争うのもよくないじゃん。お前が始めた物語だろ。こちらとしては、あの争うっていうか、僕が争おうとしました、だって、うん、まあ、いい？こっち要件伝えていい？あの、コラボしたや、2019年の4月にこちらから持ちかけてさ。あ、3年前か。スパチャが飛んだやん、スパチャがね。スパチャ飛んだ、まあ、飛びましたね、はい、はい。で、そのお金、なんか、そのお金で飯おごりますよって言っとったんや、ゆうたが自分の口で。あ、言いました、言いました。はい、で、それは今何もないじゃんか。お金受け取ってないじゃんか。そうですね、シャマさんも俺、もしかしたら広島、あと確か広島帰られたんですよ。うん、実家に帰りましたけん。そう、それで、そのシャマさんが迫害を受けていろんな人に。ゆうたと俺とゲスマ3人でさ、回らない寿司をおごってほしい。はい、例えば僕 YouTuber でヘズマとちょっとコラボしちゃうと結構今バンされる機会だとかで回ってて、いやだって俺実際ヘズマ、うん、はい、実際ヘズマとコラボして、動画とかって回します今、あ、せっかくやから回したい、その飯食う時って、回したい回したい回したい、うん、そうほら動画も回されるのよ、うん、ただちょっとそうする、僕ちょっとヘズマとはちょっとコラボは待っちゃって嫌って、いや俺ヘズマとおらんのは無理やわ。うん、僕はでもシャムさんにやっぱり飯をおごりたいんで、そうだ、そのヘズマがいると僕はちょっと、いや介護士がおらんな無理や、介護士がおらんと外に出られんけんね俺、あ、この人38歳です、これならまあシャムさんにおごりたい、この人38歳です、あ、どうしようちょっとそうっすね、うん、全然それならなんかお金だけ渡します、ね、加藤さんの一個上、加藤純一さんの一個上です、ヘズマに代わっていい、は、電話話すだけでいいやろ、はい、じゃあ変わるよ、はい、はい、久しぶりです、あ、お久しぶりです、動画は大丈夫ですよ、シャムさん撮りたい感じですけど、 YouTube のあれとかあると思うんで、そ、ちょっとほら、まともでしょ、お金も、お金もね、シャムさんが、はい、そう、昔にその、なんだっけな、 YouTube のなんか上の人とちょっと会う機会があって、あ、やっぱそこでなんかやっぱそういうのあるんですね、ちょっとね、なんか結構国際指名手配みたいな、あの、そうなんですよ、あの、ガーシーさんと遠藤さんって、遠藤チャンネルとかって、あと平塚正幸さんとかですかね、あの辺って多分マークされてるんですよね、しんちゃん入ってる、スパイの会話で、トマト、ヘズマの奥さんに、はい、あ、入った、入った、そっち等に、なんかちょっと、ね、そうっすからね、ポイントもあります、まあ、ここで一回、加点入る、行くとしても、いいっす、動画は回さないし、もし、ゆいたさんが回したいんだったら、自分はその場から映らんようにしときますし、なんか、シャムさんが飯行きたいらしくって、じゃあサンドさん飯行ってくればいいじゃないですか、うん、タックはタック、ほら急に、まあ、タックさんって言ってますけどタックも来ればいいんじゃない お前が金出すんじゃねえだろうがなんで俺が怒るって言って、お前がなんで山口県か何もできねえやつ、お前なんで人数増やしにかかんねえいやもうどうせならみんなで食べちゃいないんじゃないの
ショウさんなんか電話に出られたらなんかキャラいきなり変わったじゃないですか。タックもちょっとビビってるんですか。もともとあいつ福岡出身だから結構もともとヤンキーの経験もあるらしいからね。ちょっと体調どうですか。体調はこれぶん殴っちゃうかもしれない。体調は別に、いやでもなんか、うん、結構そのシャムさんが僕に対して憎しみをあらわにしてるっていうの。うん、いやもうここはなしっていうことにするわ。わかんないです。なし、いやわかんないです。でも一回憎しみを向けられた分、うん、俺もやっぱりどういうところで向けられたのか気になってたんで。うん、なんか LINE 聞きたいなと思ってて、うん、はい、まあそれは動画でいいんじゃない。ここで行っちゃうとなんか撮れたかないからさ。だから動画撮らないっつってんだろうが。なるほど、なるほどですよ。でも動画では話さないですよ、僕別に。そこはシャムさんは話せないと思って。なんかこっちはさ、あの嫌がらせとかさ、誹謗中傷されてるけど、なんか言ったじゃないかなっけ、実家が嫌がらせされるけどどうすればいいって言ったやん。確か。で、ゆうたは自己責任、配信者は自己責任なんで引っ越しするしかないですよとか言ってたからさ。ああ、まあそうだと思いますけど、うん、それは僕も今までバターよく使いながらこういう被害を受けてますけど、それまでやっぱ助けてくれるっていうよりは、うん、自分の力で。それで切れてたのシャムさん。俺もここら辺ちょっと聞き流してたけどさ。なんで自分の力で何とかしてください。それが手さ、あ、なるほどね。それが手差し伸べてないってことになったんだ。あー、なんかちょっと分かったわ。シャムさん的には、そのシャムさんが、その、実際復活した時に、なんか嫌がらせを受けた時に、なんか、どうすればいいっていう風に、俺に助けを求めた時に、でもそういうのは、やっぱり、その、なんだろう、やっぱ自分を、こう、表に出して活動してる以上は自己責任ですよって言ったことに対して、切れてたってこと。ふざけっちゃね、マジで。どこまでじゃ、いやこれヘズマももう持たんだろこんな。やばいよこれもう。そうそう、いや俺が復活すると思わなかったんじゃないの。いや別に、いやもう俺は、うん、まあどっちも、まあどっちも聞いたらしいけど、うん、まあだって引退するって、ね、ぶっちゃけ復活すると思ってなかったやろ。どっちなん、それ、ね、それを思ったか思ってないかで何が変わるんだもんお前が。はい、どっちでもいいよ別に。なんでそんな、なんでシャムさんの復活で俺がなんで脅威に感じたりしないだろ別に。もう一回出てくるのは、もうどうなんだろうなって気持ちはありましたけど、ね。わかりました。シャムさんがこれちょっと辛い気持ちになってしまう可能性もあるのかなって。わかりました、許します、許します。許された。和解しましょう。細かいことは気に、僕から何もしてないじゃないですか。なんか一方的になんか、うん、一方的なはい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 、久しぶり楽しいね。一方的にキレられて一方的に許された方で、俺は特にずっとスラッとしてる。うん、俺は何もシャムさんに対してそんな悪いことは一回も言ってないじゃないですか、うんうん、はい、これからも仲良くしましょう。はい、もうシャットアウトされた。はい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 、はい、はい、じゃあしかもこれニコ生のさ放送だからさ、俺ニコ生でめちゃめちゃ嫌われてんのね。要はニコ生を捨てて YouTube に行った滞在人ってことで、ニコ生民から俺めちゃめちゃ嫌われてるんですよ。その俺すらなんかちょっと、はい、なんかちょっと許されてるというか、それを覆すシャムさんすげえなと思って。終わった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 ってなんだよ。いやさ、これがまあ一応事の顛末というかね、まあ俺が実際その一昨日に受け取っ、一昨日でいいんだよね、9月7日だから、うん、一昨日だな、うん、一昨日受け取った電話のまあ一部始終というかね、感じなんだけど、まあどう思いますこれ。